皆さんこんにちは。こんばんは。ポコロリンクゲームズのベクンです。オカメです。バイオハザードゼロとうとう発売されましたね。やったー。やった H4 と HD リマスターですね。リマスター版発売でございます。早速誰これ、うん、左の男の人すごいズボンがなんていうのすごいハイウエストっていうの、なんていうのすごい上だね。なんかピッチリしてるし、なんか、うん、あれやね、入れ墨みたいなの入ってますな、ね、とりあえず、うん、行きましょうか。はい、ニューゲームよろしくお願いいたします。お願いします。ノーマルかな。ノーマルでしょうね。お、しまった、ごめん入ったね。ごめん、うん、せっかくバイオハザードで、はい、やはりボイスラングイッチイングリッシュでいいよ。イングリッシュでいきましょう。イングリッチイングリッシュでいかせてください。で、あまりにもジャパニーズがいいというジャパニーズにしてくれよとご意見が多かったら、50票あったらやります。ジャパニーズにしてやろうと思いますが、とりあえずバイオハザードね、私たち英語版が結構いつも好きなんで、はい、英語でとりあえずやらせていただきます。していただきます。よろしくお願いします。やっぱ外国の言葉をさ勉強したいじゃないですか。ね、うん、あ、これは読めないわ。これはさすがに無理かな。これは、うん、どうぞ。アメリカ中西部ラクーンシティ。え、絶海の孤島。ロックフォート島、はい、第2のラクーンシティとなった。シーナ島、シーナと、シーナアイランド。大量の犠牲者を出したこの一連の事件は、うん、今、未だ数多くの真実が残隠されている。はい。他国赤なんだこれ、他国赤企業として知られるアンブレラ、その謎に包まれた起源、はい、いつ誰が創設したか、うん、いくらそしてTウイルスは全ての謎を解き明かすには、うん、発端となった洋館事件以前に戻らなくてはならないのだろう。Before the mansion incident. ワンの前やろこれ。そうです。そうやんな。2ヶ月前らしいよ。でも、あ、そうなんや。1998年、はい、7月23日ラクーンフォレスト。あ、じゃあおかみさんにも渡しとこう。おかみさん最初プレイするから、うん、やっぱ私が先だっすね。そうそうそう、セレブリティ、うん、さすが16対9ですね。あ、これアンブレラの人だね。多分そうやんな。あのバッジやろ。バッジがあった、うん、スナッっぽいね。あ、え、もうって感じやな。ん、何の音じゃって。うわ、誰誰、佇んでる、佇んでるぞ。セフィロス、セフィロスやな、挑発やから、うん、絶対に女装セフィロス。誰、うわー、来たね。マジだよ、飛んできた。ヒルヒルヒル、ヒルいっぱい来てんけど、やめてやめて。ヒルっていうよりなんか、なんだこれは。ナマコか、ナマコで大量ナマコ発生です。沖縄の海ですわ。来たり、でもナマコのおかげで海は綺麗に保たれてますんで、はい、食べてんでしたっけ。なんかプランクトンかなんか汚い毛、ね、かなんか。これ誰だ、顔は見せない、見えない、あえて見せない。一瞬目があったな、うん、そして、うんうん、2時間後ラクーンフォレスト上空、はい、全ての始まり、それはラクーン市街で相次ぐ猟奇殺人事件、はい、それが悪夢のような事態を生むとは。来ました、レベッカです。どうもこんにちは。誰一人想像すらできなかった。シェリー・レベッカですね、やっぱりバイオといえば。エンジン・ドブロス、うん、です。です流し、大変です。流した。え、飛行機は絶対に落ちます。そう、飛行機というかヘリで、ヘリ、ヘリ 100% です。ヘリ、ヘリ墜落。ヘリ 100%、はい。さあ回っております。さあ回って、あー目が回る。で、結構でもいたね、今人は中に5、6人な、いたかな。何人死ぬでしょうか。はい、かわいい。グッドラック。はい、現在位置と状況の確認を急げ。俺誰したり、俺誰したり、誰でもいいよ。俺誰でもいい、適当にじゃあ流れに任せて。じゃあレベッカ隊長、あれはうわぁ、なんという、これはこれも墜落したんじゃなくてやられたんか。多分隊長、なんだ、おお、なんだこれは。やばいな、やだやだやだ、やばいで、やばいで。お、こいつこいつ、移送指示書。あ、移送、うん、ビリー・コーエン少尉、年齢26歳、け、軍法会議決定に基づきレガソン基地へ移送の上死刑執行のこと。
なるほど。結局 MP が2人がね、こいつはまんまと脱走ってわけか。なんてこった、犯罪者やったんや。よし、じゃあ周囲に捜査に当たれ。相手は凶悪だ、油断するな。はい、犯罪者やったんや、あいつ。なんだね、あのなんかね、でも少尉って言ったから、うんうんうん、元は軍隊の人なんですか。かなせんね、警察か軍隊かわかんないですけど、うんうんうん、なんかすごいレベッカの衣装がなんかすごい医療班だね、うん、やっぱりね、医療班、医療班そうやねんな。はい、これはこのパターンはワンコロクルパターンじゃないか。トレイン、列車、トレインですね、うん、トレイン、あーぐちゃってるかなこれ。なんて読めなかった。エクスプレス、エクスプレス、うん、さっきの列車かこれ。下下下、前前、あーエクリプティック、エクリプティックステスペース。まあいいや。まあいいか。読めないわ。The door to safety is shut. There is no turning back. もう帰れないよ。そんな感じ。お、始まったんじゃん。え、めちゃ綺麗。綺麗。うわ、むっちゃ鮮明や。そして。構えるがない。構えはね、L1 です。あ、ごめん、R1 や、ごめんごめん。R1、R1。R1。うん。で、丸で打つはずです、今作はね。やっぱ動かしやすいスティック操作できるんでね。そうだね。そう、今回はね、十字キーでもできるし、1の HD と一緒です。オッケーオッケー。結構、今回細かい動きができる。細かいね。ということが分かりました。だって2は一周構えたらもう絶対こう上に構えて言ったら下ろしてやったもんな。じゃあ、うん。でも逆じゃないこれ。逆？あ、一緒だ。いないや。逆とは。ごめんごめん。下のボタンを引かない。TPS、FPS やりすぎちゃう？オッケー。四角で、そう、四角でメニューです。はい。調合器具。うわ、調合あんの今回も。あるみたい。です。あとは大体一緒でしょ。なんか、前より見やすくなってる気がする。前なんか。調合やってみて。調合、はい。調べる。ガンパウダーかなこれ。例の。薬品、あ、それ医療班やから薬品できんねや、だから。注射器あります。ほんまやほんまや。パカッて。打たれたい人は、並んでください。レベッカに打たれたい人は、まあいっぱいいるでしょう。オッケー。ね。趣味的なもので。なんか、うん。操作がおぼつかん、操作がおぼつかんってことは俺がしようか、そろそろ。これ何これ。お、コスチューブ、よしよし、いけいけ、確かね、俺ゲットしたで、やった。あ、何個かあるじゃないですか。うわ、それなんか格闘ゲーム出てきたやな。そうですね、なんか KOF とかにいそうですね。おー、スポーツウェア、そうそうそう、シャリーだ。今のスポーツウェアのあれが、あれが、はいはいはい、これ、あのね、何だっけ、ワルモ、ウェスカ、ウェスカ、はい、ウェスカが一番好みのこの衣装ですよ。でもこんな古だっけ。こんなやらしかったっけ。これやらしすぎやんな。やらしすぎでしょ。あ、これね、ウェスターあった、レザーたまらん。ナース来た、プロトタイプ。まあまあ、ナースいきます。いきなり、いきなり、よし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 、いきなり、違う気分で、いきなり色物ですか。え、色物これ癒されるだろ。もうちょっとなんかこう、あ、そう、かなんていうか、こう違うかな、動きやすいやつがいいかな。じゃあエロティックなんか良かったかな。エロいでしょ、これも。これはエロくない、これもエロいよ。これがエロいからこれでいきましょう、ね、いやいや、これじゃなくて。それでいくか、じゃあこれか。あよせえや。これでいこう。あよせえやってなってんだよ今絶対。ほら、バイオ2ってなってたから。うわー、エロい。後ろこんな感じです、うん、さあ行きましょう。あ、後ろ髪の毛なんかついてるね、バレッとついてるのかな。よし、調べようか、うん、でね、L2 でマップなんです。あ、なるほど、 L2 マップ持ってんの。持ってないでしょ、まだ、うん、まだ持ってないと思うけど、とりあえずこんな感じで見れるんで。奥行けないわ。じゃあとりあえず行きます。よし、OK。荷物が散らばり、椅子は血で赤く染まっている、うん、はい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 、同じこと、はい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 、でここ多分行けない。 OK、 早くかかっている。食堂車へ入ることはできない。シュッシュッ、オッケー。あ、なんかヌメヌメしてる。すげえな。ヌメってるよ。このヌメヌメ感伝わるかな？ロックされてる。あ、さっきのドアセーフティーシャットって言ってたもんね。この荷物からちょっとお金を出してもらって、うんうんうん、お金はない？お金はない？あれ、お金ない？おかしない。おかしない。お金ちょうだい。醤油ゲームやったっけ？よし、来た来た来た。あかん。あ、やっぱこれ、お、しかも引き戸やった、意外と。意外、あ、でもば、ど、電車は引き戸か。大体な。来るぞ。お、ムービー、あ、ムービーはダメだった。はい、ラクーンシティ、死刑、スタースです。返事をしてください。あ、この声一緒ちゃう？誰もいないの。一緒って何が？ワンと。一緒でしょ？なあ。かわいいね、この声。テープレコーダーでございます。うんうんうん、失礼。ラジオか。
やばい。起きました？起きました。あー、大きい口ですね。バイオハザード、かわいい。はい。バイオハザード始まったね、お母さん。バイオハザード始まりました。こっち、こっちに。お、変わる。変わる変わる。どうやって言うんだっけ、丸や、言うたよ。あ、丸だ。早速来たよ。そう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 。ナイスナイス、ナイスすり抜け、ナイスすり抜け。あれ、クイックターンはないのね。クイックターンは、だから十字キーで操作してるときはできるよ。やばい、強い。ナイス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 。だから俺ら今最近2やったばっかやから、これ玉込めはそっかそっか、これにやらなきゃいけないのか。これそれでもできるし、構えながら B ペケでもできます。ほう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 、十字キーでやった方が意外にやりやすいかもしれない。もうコーションだよ。もうコーションなん、君。もうコーションだよ君。もうコーションなん。何してたん。 OK OK。 おー、終わった終わった終わった、よし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 。 What just happened？どういうこと？確かに死んでいたのに。あ、一瞬で帰った。一瞬でした。一瞬、一瞬ムービー。構えてペケ。うん、構えて。構えてペケ。構えてペケ。うん、構えボタンわからんか。構えてね。今リロードできるからね。そう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 。あ、でもやっぱり組み合わせでやった方がいいかもしれない。ね、うん、確かに一瞬で終わるもんね。うん、今持って取ったものは特にないのね。うん、で、十字キーでやった方が下手したらやりやすいかもしれないってことで言っときます。バイオ2に慣れてるんで今。あー、でもやりづらい。やりづらいな。これ上いけんの？いけそう。うわ、上いけるじゃん。うん、上2台ってこと？2台っていうか、あ、これ2階建てマンションじゃなくてねったっけ、2階建てバス。バスじゃないっす。あ、列車。あ、でもいけるこっち。いけるね、いけるね。上行く？いや、まずそこ行ってみようか。オッケー。よし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 。コーションだよ。もうこう、なんで一撃でコーションなったんやろな。そう。なんかコーションなんか見てなかったんけど俺。はい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 。雨足が激しくなってきている。うんうんうん、吹き込んでるね。うわー、これは寝台列車みたいな感じなんですかね。そうやねそうやね。あ、でも入れる、うん、入れそうやね。部屋に入ってもいいかもね。奥入れないね。うん、202。うわー、これちょっと狭いんじゃない。狭そう狭そう。いるでいるで。ぐちゃってる。特に特になし、特になしやな。寝てる時に襲われたのだろう。うん、体中に粘液が付着している。これ取れないの。取れ取れ。オッケー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 。シャッ。使うってないねな。使うって、使うって今すぐ使わせてもらえるってことかな。どういうこと、すぐ打つってこと。お、来た来た。乗客の日記、7月14日。うん、今日上司から指示があった。うん、アークレイ山中のアークレイ山中覚えてるぞ、はい、俺。アークレイ山中の研究所跡の調査が必要になり、うん、我々が担当することになったらしい、うん、移動は2班に分かれ、先発隊は息実験隊や破棄物の調査を始めているそうだ。はい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 。7月16日。残念なのはこの調査のために試作防雨タイプ Y139 の研究を一時的にでも中断せざるを得なくなったことだ。言いづらいね。え、ボウエタイプ Y139 もそうだが、うん、甲殻類の T ウイルスに対する反応は未知の部分も数多く残されており、うん、研究対象として実に興味深い、はい、ごく少量の T の投与でも種類や育成環境によっては全身の著しい硬質、うんうんうん、巨大化、体内毒素の異常増殖、うん、知能の発達などうまく制御すれば兵器として成立しうる、変態変態要素、その変態じゃないよ。あ、そうそう、変態要素がね添えているのだ。安心して安心して。だが急激な甲殻の発達は同時に強度の低下という問題も引き起こす、うんうんうん、特定の部位については意外なほどに弱くなってしまうので。なるほど、弱点があるってことか。その部分が頭、頭部の、外角だということも大きなものと言える、うんうん、なるほど、ヘッドショットやねかな。でもヘッドショットって難しいよね、このゲームな。勝手に狙ってくれならいいんですけど、うん、目的地の研究所でも同種の研究を行っていたのだろうか、研究データやサンプルなど囲碁の実験のヒントになりそうなものがあれば言うんだが、うんうんうん、7月29日。長い長いな。予定の日が近づくにつれて不安が増す。ラクーンシティのテレビや新聞は連日のように郊外で発生している猟奇殺人事件を報道しているらしい、はい、まさかと思うがウイルスがだとすれば、はい、いや今考えても仕方がない。調査を予定通り
に進められるよう準備に専念しよう。うん、EXIT。OK。OK。頑張りましたね。頑張ったね。結構読んだね。難しい言葉ばっかだったよ。登れない。登れない。ポケットには何も入ってない。だからね、やっぱり探ってたね。探ってたね。そこパカってした？ほら開かない。何もないっぽいんだよね。ほら。うん、うまいほんまや。綺麗な、それにしても映画マジで。綺麗ですね。すげえ鮮明やわ。さあ、じゃあ2個目の部屋行きましょうか。隣ですね。うん。でん。OK。そうか、だってバイオといえばカメラ急に変わるから、スティック操作、それでパニックなるときあんねやったな。まあそうですね。せんな、せんな。はいはい。おおお、タイプライターじゃないですか。来た来た来た、素晴らしい、素晴らしい。インクリボンだよ。使うってだからなんなん。わかんない。いきなり使いたくないよな、インクリボンな。ちょっとインクリボン待ってて。うん。お、ハーブ、ハーブ。ハーブは色輝いてますね。箱はある。使うは嫌やな。イエス。使うって速攻ってこと？全然わからない。やりたないしな。来た。お、調査命令書。命令書。オッケーオッケー。チリエゴリで読めない部分がある。うんうん、ラクーンシティから来た8マイルのアークレイ山中に、うん、74年前に閉鎖され、うん、我が社の幹部養成所が、現在、あるでいいじゃない、別に。その、施設再利用を目的とした、事前調査が行われてる。すでに第一班が現地入りして調査を開始しいるが、君のチーム手助けもらいたい。なお以降の指示はうん、うん、ウィリムバーキとアンあとのページ破れてしまっている。それとも分かった、今のそれとも分かったぞ俺。あ、ウィリアムバーキンととアシ、なんだっけ、なん、あれなんとかウィスカーじゃなかったっけ、アレックスウィスカー、あー、なんかそんな、そんな感じ、そんな感じ。いや、違ったかな。あれ、そうでしょ、そうやんな、アレックスでしょ、確か。アレックスで、でも女の方じゃなかったっけ。あれ、そうだったっけ。うん。アーノルド、アーノルド、シュワル、シュワルじゃねえな、スネッカー。あ、でも最後の横林合ってるかもしれない。シュワちゃんが言ってるかもしれない。マジでシュワちゃんくらったかもしれないってこと。あって、インクリーム取ったけどさ、ここ。いや、まあ、まだ箱ないよ。そうやん、箱ないな。セーブはまだいいんじゃないですか。そうだね、って言って、俺ら結局このパターンまずやつやねんな。いや、でもここまで何もしてないもん。そうやね、交渉になったぐらいやもんね。そうだよ、はいはいはい。で、確かそこ開かないはずやったんで一応調べて。ここも多分開かないです。うんうん、鍵がかかって開かない。車掌室、車掌室、オッケー。もうなんか、おー、なんか光ってるぞ。 あるね、はいはいはい、何か持っている。お、列車の鍵を、あ、やった、使う、列車の鍵を使う。それもバニーワープしてくれるかな。あ、これムービー、あー、あー、やばい、来たよ。お、いつか、いつか、あー、やばい、マフィアみたいなの来た。そう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 。うわー、髪型整ってるねー。メリー公園少尉。おー、驚いたな。俺のこと知ってるのか。イケボにしてんの。死刑執行予定の第一級殺人犯、それに元軍人。なるほど、スターズか。今あんたらとはお近づきになりたくないんでね。おしゃべりはここで終わらせさせてもらうぜ。待ちなさい、あなたを逮捕するわ。その格好で悪いがお嬢さん、語りは間に合ってる。バカにして、まあその格好してるからバカにされるわな。膝やったなあいつ、まったくもう。かわいいな。あー、転がり込んできたー。転がり込んできたぞ。おお、エドワードって人、エドワード大丈夫、一体何があったの、うん、くそー、なんてこったー。気をつけろ、レベッカー。死にそう。森の中はゾンビや化け物でいっぱいだ。わかりやすい。ゾンビや化け物？やー、わー、ワンコロちゃん今の。いるかー、もう？私ね。頑張れ。頑張れ。頑張れ。犬はね、ちょっと撃ちたくないのだよ。ナイス、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 うまい、うまい。また来たな。また来たな。ナイス。いや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 。痛いがね。あなたとは遊べない。ああ。痛そう、痛そう。痛そう、痛そう。やばいやばい。L1押したら多分、あのロックするからね。いつも通り。構えながら L1でね。来ない。来ないの、来ないの、あいつ来ないね。構えながらいる位置ね。見えない、ここ。くそー。ああ、もう見え
つどこ行こう。いないぞ。さっきからいないぞあいつ。あ、撃ってる撃ってる。撃ってた撃ってた。いてえよ。痛いがな。それほら。上下。あー痛い。上下にするの癖ですかもう。いやもう上下にした方が絶対息は吸ってよね。あー痛い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 。お腹痛い。で、ちょっと待って。あ、でもまだ壊しょ、まだ壊しょ。調べていい？いいですよ、いいですよ。これ何室？お、書いてんね。食堂車。食堂車。オッケーオッケー。戻ったらいいんやね。戻る戻る。どこやったっけ、あかんかったん、食堂車って。じゃあ一回奥行って。すげえ奥です。逆ですね。逆。で、何やったっけ。そうそうそう。これ調べたいんですよ。そうそう、俺もそれは持ってました。専用のカードを使えばドア開けられる。オッケーオッケーオッケー。ガチャガチャ。オッケー。了解です。この衣装でいい？ずっと。じゃあ一回帰ってもいいよ。ちょっとなんか、たまには気分で変えてみたいっていう。こんなにあんだよ。じゃあ私の好みのやつでいっていいですか。レザーで。あ、でもレザーもな。じゃあ、チアで。了解っす。よし。カプコンって書いてる。めっちゃカプコンって書いてる。そう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 。どうしようね。何が？完璧な状態でセーブしたいんだよな。まあまあそうですよね。ただハーブ使いたくないよね、一個の状態で。あら、え、たたずみ系や。待ってるのね。待ってるね。マップ見て、マップ見て、はいはいはい、これスルーがいいんじゃないか。スルーしたとこに多分いるんだよね。いるか。上行きたいな。上行けないからね、もしかしたら。なんかあそこにさ、ラインがないから上行けないっぽいね。一応行く程で行ってみよう。一応行く程で行ってみましょう。オッケー。たたずみ系いるね。普通に乗客としているね。いるねいるね。うん、行けるわ。あ、行けちゃった。行けた行けた。やばかったら戻ります。オッケー。いや、お腹痛いから。ゆっくり。おっしゃー、ナイスナイスナイス。これはありがたいね。電話？そっちじゃないね。ない、そっちじゃない。うん、使った感想、使った感想、うん。あれはないからな。え、なんか右なんなん？富士壺やん。何かの卵のようだ。汚れた粘液が周囲に広がっている。気持ち悪い、動いてる。なうわー、これ無理なやつだ。あ、いけへんね。一応調べてほしかったな。ちょっとごめん、気持ち悪い。あ、一緒一緒。やだやだ、キモいな。火炎放射器かなんか。え、こんな卵あれじゃないの、やっぱりヒルみたいなやつじゃないの。そう、ヒルが出てくるんだよ、こっから多分ね。いえ、ちょっと待って、じゃあ調合しとくか。あ、そうやね、もう持てないんでね。もうえ、こんだけなん、アイテム組み合わせきつ。そうですね、きついね。とりあえず食堂車だっけ。はい、そこ行きましょう。で、ちょっと様子見ましょうか。様子見ましょうか。セーブしたいねんな、実は、ね。したいですけど、オートセーブじゃないんだね。オートセーブじゃないのがちょっとショックやったな。そこだよね。もう最近の時代のゲームやから、な、余裕やな、みたいなこと言っててんけど。多分最後には結局残るからね。うん、ムービーちゃん。あ、この格好です。いいね、いいね。こちら、レベッカ、どうぞ。レベッカ、聞こえるか？エンリコだ。現在地はどこだ？エンリコって知ってる、俺。隊長、聞こえますか？応答してください。聞こえている。いいか、よく聞こえ。故障者に見つけたビリー公園の資料からさらに詳しいことが分かった、うんうんうん、やつ一度に23人もの人間を殺している。一度に23人。精神科への通院歴も確認した。十分に気をつけろ。聞こえるか、レベッカ。いいな、レベッカ。かわいい。くれぐれも警戒するんだ。これ、まつげが。な、隊長、上向き。な。こりゃ楽しいね、このゲーム。どういう意味で、ね、かわいいんで。え、どっちが来たっけ。出演者かわいいんで、手前に行ったら OK です。あ、じゃあね、うん、出演者がかわいい。え、待って待って、レベッカ以外もかわいい人いたかな。レベッカとシェリー。あー、でもシェリー出てこないでしょ。シェリー出てこない。だから、かわいい、嬉しいな。あ、いらない。2はだってあれやったやろ。ちょっとまあ。ね、やったから。そんなことないじゃん。そんなことないよ。2にシェリーだよ。幼女、幼女ね。おっと、お、これまたムービーやん。ムービーです。来るね。おーい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。またツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。